白坂慎太郎です。このチャンネルは株式投資の中級者以上の方が資産を複利で増やし続けていけるように投資判断に役立つ企業分析を分かりやすく共有している番組です。今回のテーマです。今回はキッコーマンですね、株価予想ということでやっていきたいと思います。はい、これまでの株価推移なんですけれども、まあ長期的に見ればですね、もうほぼ理想的な形での上昇傾向というふうに言っていいと思っています。はい、これまでの経緯としては会社が設立されたのが1917年ということですので、まあ今から約104年前、ということですよね。まあ創業して104年が経っている、まあ老舗企業ということになります。上場したのは第二次世界大戦、太平洋戦争後のですね、1949年と、ということで、まあ、現在の発行済み株式総数で考えると178円の価値で始まったということですね。まあ、ちなみに参考までにですね、まあ、2000年のですね、株価っていうのが694円でしたということです。まあ、現在の発行済み株式総数で修正するとですね。で、上場来高値は2021年12月ということで1万140円ですね。で、現在この動画を話している現在ではですね、9540円という株価になっています。なので、まあ、上場して72年間で、まあ、53倍ですね。まあ、もう少し現実的に考えて2000年からの直近20年で考えても、まあ、13.7 倍に、まあ、株価が上昇しているということです。はい。で、まあ、今回の基準はですね、2022年1月6日、15時の終わりに9540円で考えていきたいと思います。はい。では、株価予想ということなんですけども、まず短期ですね、直近1ヶ月から考えていきたいと思います。はい。直近1ヶ月に関しては、まあ、上昇傾向ということで、まあ、11月に1回株価下がってるんですけれども、まあ、そこからもう1回反転してですね、上がってきているということです。なので、まあ、直近1年で考えても、直近半年で考えても直近3ヶ月で考えてもですね、直近1ヶ月で考えても、まあ、比較的上昇傾向というふうに言っていい、まあ、株価傾向だと認識しています。はい。よって、まあ、今後も上昇が続く可能性が高いということですね。では長期ですね、1年以降ではどうなのかということで、まあ、今回はですね、キッコーマンをですね、まあ、2つの環境に切り分けて考えていきたいと思います。一つはキッコーマン自身のですね、まあ、内部環境っていう視点ですね。もう一つはキッコーマンを取り巻いている外の環境、外部環境ということで、内部と外部で切り分けてですね、考えてみたいと思います。で、まず内部環境の方なんですけど、まあ、つまりキッコーマン自身の何か大きな変化があったかということなんですけれども、まあ、業績に関しては想定内のですね、まあ、安定成長というふうに言っていいと思います。まあ、基本的に株価って株式市場の想定以上にですね、まあ、すごく大きくこうね、上がってるということがあれば、まあ、業績がですね、想定外で大きく上がれば、当然株価も大きく上がるということが起きるんですけれども、まあ、キッコーマンに関してはそのなんか1年でものすごくこうね、株式市場の想定以上に大きく成長しているという数字推移ではないということですよね。まあ、はっきり言ったら安定成長ですし、まあ、想定株式市場が想定しうる範囲内の成長ということが言えると思います。はい。で、まあ、ROE ですね。まあ、株式投資家が重要視している指標の一つです。ROE ですね。リターンオンイクイティということで、まあ、自己資本利益率ですね。分子が当期純利益、分母が自己資本、純資産ということで、まあ、キッコーマンが持っている自己資本をですね、まあ、どれぐらい上手に活用して、お金を稼いでいるか、当期純利益を稼いでいるかという、まあ、資金の効率性、お金の使い方の上手さですよね。まあ、株式投資家にとっては、まあ、ある意味、まあ、利回りに当たるような部分ということになります。まあ、結局 ROE が 10% ということは、キッコーマンは1年で 10% ですね、まあ、企業価値を高めたという考え方をすることができるので、まあ、ROE っていうのは株式投資家にとっては、まあ、ある意味利回りに当たる部分ということになるわけですね。で、そう考えたときに ROE ですね、まあ、自己資本利益率、まあ、どうせ大事なお金をですね、企業に投資する、株に投資するというのであれば、その投資したお金を企業には上手に使ってほしいと、上手に使って、まあね、できるだけ、
企業価値を高めてほしいというふうに考えるのは当然なので、まあ、ROE はですね、まあ、株式投資家にとっては重要指標であるのはもう合理的なんですけれども、まあ、ROE に関してははっきり言ってですね、まあ、大きく変わってないんですよね。10.3、9.8、10.1、9.9、10.0 ということなので、まあ、だから ROE が上昇してるから株価が上がってるっていう感じではないということです。で、業績に関しては順調に成長してるんですけれども、別にその株式市場が驚くようなね、急成長してるとか大きく成長してるっていう感じでもないということです。はい。なので、まあ、業績は比較的想定内の成長であり、ROE に関しては上がってない、まあ、変わってないという状態ですけれども、まあ、にもかかわらず株価は上昇してるんですよね。でもその理由として考えられるのはもう PER が上昇してるからということです。PER、プライスアーニングレーションですね。株価収益率ということで、まあ、分子が株価分母が一株当たりの当期純利益ということで、まあ、一株当たりの当期純利益の何倍の株価がついてるかという指標ですね。で、そうした時に、まあ、PER ですね、まあ、27、34.6、40.1、33.2、43.9 ということで、まあ、はっきり言ったら株価指標だけが上がってるということですよね。で、この株価指標がまあ上がってるっていうことは、まあ、つまり株式市場からのまあ期待が上がってるっていうふうに考えていいわけですね。まあ、企業の実力とかっていうのはそんなに大きく変わってるわけじゃないんですけれども、市場からのまあ期待自体は上がってると。で、市場からの期待が上がってるんで、まあ、実力がそんなに大きくね、この期間で上がってるわけでもないにもかかわらず株価は上がってるということが起きているということですよね。はい。ということで、まあ、株式市場からの期待の方が上昇していると、まあ、企業の実力とか業績の方が上がっているというよりは期待の方が上昇しているというのが、まあ、株価上昇の要因になっているということですね。で、キッコーマンの内部環境、まあ、はっきり言ったら実力であるとか業績の方に、まあ、大きな変化っていうのは、まあ、見られない以上をですね、期待は、まあ、外部環境の変化の方にあるというふうに今回は考えています。だキッコーマンの、まあ、業績がですね、株式市場の想定を大きく超えてきたとか、もしくは実力が何かね、ものすごく上昇したというよりは、まあ、どっちかって言ったらキッコーマンの外の方が変化していることによって、株式市場の期待っていうのがキッコーマン高まに、高まって、それで株価上昇につながっているというふうに分析しています。はい。で、まあ、キッコーマンの営業利益の額なんですけれども、まあ、主力の3つの、事業で見た場合に、まあ、日本国内での販売ですね。まあ、もちろん主に、醤油、もしくは醤油関連商品を、まあ、結局日本国内で作って日本国内で売るという、製造販売ですね。まあ、こちらの方の利益額っていうのが、まあ、昨年決算で116億円ということですね。で、今度は海外での製造販売ですね。海外で、例えば醤油、もしくは醤油関連商品、っていうのを製造して販売するというのが利益額の204億というふうになっています。で、海外への卸売ですね、まあ、簡単に言えば貿易みたいなもので、まあ、日本もしくは東洋関連製品っていうのをですね、まあ、キッコーマンが仕入れて海外で売るということをやっていたりしますが、まあ、こちらの方が利益額が105億ということです。だから、まあ、利益の額で見た場合に一番大きいのは海外で醤油または醤油関連商品を製造して販売するっていうのが、まあ、利益最大額になっているということですね。もうすでに昨年度の決算時点で、海外が、一番ということになっています。で、利益率で見た場合ですね、利益率で見た場合、日本国内での製造販売というのが営業利益率が 7.8% ですね。で、海外での販売というのが、利益率が 20.2% で、海外への卸売、まあ、貿易にあたるものですよね。日本製品もしくは東洋関連製品を、アメリカヨーロッパに売るという、まあ、貿易みたいな業務ですけれども、まあ、こちらの方が 6.8% ということで、まあ、結局じゃあなんで海外での製造販売の営業利益額が最大になったかっていうと、それは利益率が高いからということですよね。まあ、国内と比べると、まあ、3倍弱ですよね。まあ、3倍まではいかないですけれども、3倍弱ぐらい海外での製造販売っていうのは利益率が高いということです。で、これはまあやっぱりキッコーマンがですね、北米とかヨーロッパにおける、まあ、醤油ですよね、の、まあ、開拓者であり、まあ、ある意味キッコーマンっていうのはこの、ね、醤油という分野に関しては、まあ、海外ではブランドということになるわけですよね。だから日本にとってのキッコーマンっていうのは国内企業ですけれども、アメリカとかヨーロッパにおけるキッコーマンっていうのは海外の企業ということですよね。で、もともと例えばアメリカならアメリカは、まあ、醤油っていうのをですね、まあ、食料品に、まあ、かけて、
ね、食べるという習慣はなかったわけですよね。で実際キッコーマンがアメリカに最初、醤油っていうのを売りに行った時も、全く、売れなかったわけです、基本的には、はっきり言ってね、全然醤油っていうのでは売れなかったということですよね。なので、はっきり言ったらそのコンセプト売り方っていうのを変えて、結局これはソースなんだと、ね、ソースの一種なんだということで、醤油ではなくてソイソースっていう形で今度は売りに行ったわけですよね。そしたらね、アメリカの人たちはソースをね、食べ物にかけて、美味しく食べるという習慣はあったわけなので、違う味のソースということで、結果的には醤油を売ることが、できたと、それで成功することができたわけですけれども、キッコーマンっていうのはそのソイソースの、ある意味開拓者なわけですよね。だからアメリカ、それからヨーロッパ、それからオーストラリアなどのオセアニアに、商品を売るときっていうのは、ソイソースとかもしくはオリエントソースと、ね、東洋のソースという売り方をする、その、ある意味市場を作った、そして顧客を創造した、ある意味開拓者なわけですよね、キッコーマンっていうのは。だから、結局海外においてのキッコーマンっていうのは、ソイソースの、ブランド企業ということで、はっきり言ったらそのブランドの分ですね、結局、原価に対しての販売価格っていうのが高い、ということで、ブランド量みたいな形で利益率が高くなっているということですよね。だから売上の額で見れば、日本国内の方が大きかったりしますけれども、結局営業利益の額と営業利益率というふうに見た場合は、海外での販売というのが、キッコーマンの、一番の、収益源になっているということですね。で、キッコーマンの海外っていうのはですね、北米が一番中心ということですよね。北米が62%で、欧州が 20% ということで、82% が北米、欧州、特に北米が中心ですということですよね。で、アジア、オセアニアっていうのは17%ではあるんですけれども、結構中国とかですね、そういったところは正直そんなにまだキッコーマンは強くないということですよね。で、なので、キッコーマンはどこで稼いでるかっていう北米の醤油、北米のソイソースで稼いでいるという企業だということです。はい、そうした時にじゃあ外部環境ってなると、キッコーマンの外部環境で一番重要な環境って言えば、結局北米ということになるわけですよね。特にアメリカということになります。そうするとじゃあアメリカの方ですね、キッコーマンの内部じゃなくてキッコーマンの外、北米の方はじゃあ変化があったのかって言ったら、これはあったわけですね。はい、北米経済に関しては21年はもう明らかに回復傾向ということで、2020年こそ、コロナでですね、1年間の経済成長率、国内総生産ですね、GDP 国内総生産っていうのが、結局経済成長率で見たときにマイナス 3.4% ということで、2019から20に関しては、はっきり言ったら下がったわけですよね。経済が下がったわけです。しかしその次の21年に関しては今度は前の年に比べてですね、だから20年に比べて21年は 5.97%、結局経済っていうのは数字が伸びたということで、結局20年1年落ち込んだわけですけど、21年は明らかに回復傾向が数字でも確認されたということです。結果ですね、これは1980年からですから、約40年間のグラフということになります。途中ですね、例えば2008年9年のリーマンショックとか2019年20年のコロナショックとか、そういったね、もうなんか100年に1回の経済危機とかっていうふうに、ニュースとかでは見出しが踊ったりするわけですけれども、よく40年で見た場合は、はっきり言ったらもうね、右肩上がりの一直線で、上昇してきていると言っても過言ではない、それが北米経済、アメリカ経済ということですよね。でそう考えると、キッコーマンの強みと、機会というふうに考えたときに、強みとしては北米ではキッコーマンは開拓者であり、ブランドになっているということですよね。それが利益率の高さという数字に表れているということですね。そしてそれに対して、機会ですよね。結局海外売上の 62% は北米で上げているわけですから、その主力地域の北米の方ですね、だからキッコーマン内部の方が、大きく、変化しているというよりは、その売り
先である市場の方ですね、北米の方が、まあ、逆に経済回復から再び経済成長してきているということですよね。だったら北米を主力地域とするキッコーマンに対して株式市場が外部環境の変化、北米の、まあ、経済回復経済成長っていうのを、まあ、好感触して、まあ、それが、まあ、期待ですよね、 PER の上昇につながり株価上昇につながっているというふうに考えています。はい。で、まあ、北米の経済成長っていうのは、一時的なものではないということですよね。まあ、40年って見たときに明らかに成長してるわけです。1年単位だったらリーマンショックとかコロナショックで、まあね、前の年に比べて下がってるということはありますけれども、まあ、長い期間で見れば見るだけ明らかに成長しているわけで、じゃあ今後5年、10年、20年って考えたときに、まあ、基本的に北米は成長する可能性の方が圧倒的に高いわけですよね。成長するかしないかっていう二択だったら、成長する方の可能性の方が高いということです。それは一時的なものではなくて長期的なものだということですよね。で、その成長する可能性が高い北米を主力事業として主力地域としているキッコーマンの営業利益っていうのは、今後も長期的に成長する可能性が高いということですよね。だからその営業利益が成長し続ける限り PER っていうのは下がらないということで、高い PER ではあるんですけど、すでにキッコーマンはですね、決して割安株ではないですよね。 PER だけで見たら、決して割安ではない、かなり高い数字ではあるんですけれども、しかし企業が伸びている間っていうのはずっと高い PER のまま株価っていうのは推移する。むしろ株価が上がる、上がるから買う、買うから上がるっていうね、好循環っていうのが株式市場っていうのは起こる場所でもあるので、そうなると PER は高いんですけど、営業利益もずっと成長し続ける可能性が高いってなると、企業価値も上がり、時価総額も上がっていく可能性が高いということですね。はい。ゆえに、結局営業利益が上がるというのであれば、キッコーマンの株価も上昇していく可能性が高いというふうに分析しています。はい。ということで、株価予想をまとめると、短期に関してはですね、株価チャートの傾向から言えば上昇傾向なので、上昇が続く可能性が高いということですね。で、長期に関してはキッコーマン自身の業績とか実力が大きく変化しているというよりは、そのキッコーマンを取り巻いている外部環境の北米ですねが、再び経済成長が期待されているということですよね。でよって、株価も上昇していく可能性が高いということです。ゆえに、短期的には上昇、長期的にも上昇というふうに予想します。はい。ということで、今回のテーマ、キッコーマン株価予想ということなんですけれども、はい。9540円ですけれども、今回は1万120円を予想株価というふうにしたいと思います。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。4大特典をプレゼント中です。説明欄からのメルマガ登録にてお受け取りください。はい。最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。